チャレンジカップ準決勝、福岡ソフトバンクホークス対。この場面、打席には糸井が入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、やはり先制することは大事なんで。インサイド打ち上げました。ライトへ打球の、セカンドランナースタートを切る。ワンアウトランナー三塁となりました。ホークス打順は3番角中。今日はまだ当たりがありません。ヒットでランナーを一塁に置いています。外に決まりました。あっという間にツーストライクです。打ちました。ショート取った、アウト。際どいタイミングでしたが二塁フォースアウト。5番バッター太田、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。デッドボール。際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。この球は落としましたが決まりません。インコース詰まりました。内川抑えてワンアウト。ソフトバンク内に打ちました。大量リード。